夜ご飯です、間違えました。朝ご飯じゃなくて夜ご飯を食べました。今日はなんかあの鬼のレあのそのあの鬼のレクイエムっていう作品があるんですけど、それに出ていた出演者さん3人の配信がなんかあるらしく、ちょっと私は見てみたいなと思って、ショールームあった。はやちゃんさんハートありがとう。アーキーさんポーションありがとう。はずきさんがアカウント作る方法わからなくてお困り中。あら、そうなんですか。確かにアカウントってどうやって作るんだろうね。登録から始まるのかな。なんかショールームで配信するらしいんですけど、ゆうやさんハートありがとうございます。どうなんでしょうね。あ、ショールームだ。鬼レク2語る配信だって。2はわか、2はちょっと私見たことはないんですけど、あの鬼レク最終楽は見たから、それで見れたらいいんだけどね。今検索しようとしてるんだけど、ちょっとねくるくるしてますね。あった、検索。あ、皆さん生瀬葉月さんのショールームを実況します。あー、これあの子の、トーク髪切ってる、本当だ。そういえばまだトーク髪切ってる状態で会ってないんだよな。先に見ちゃった、ショールームで見ちゃった。ちょっとあのこれあのアカウント登録してない、登録してないやつだからさ、大丈夫ですよ。あのえっ、ー、と今日30分だけなんだけど、アーキーさんタコさんありがとうございます。なんかマスクめっちゃかっこいいよね、赤いの。でもリンさんどこにおるんやろか。リンさんがどこなんですかね。早く会いたい、どうしよう。はやちゃんさん、猫さんありがとうございます。え、そう、わかる。え、マジであゆこさんとのツーショットが羨ましすぎて、そう、羨ましい、マジで。いいなぁ、私もあゆこさんに会いたいんですよ。ちゃんとお話ししたことはないんですけど、ツイッターではちょっとお話ししたことあって、え、じゃあ私もコメントしようかなって思ったけど、これあの登録してない、あのログインしてないやつだからさ、そう、ちょっとファンキーキャットさん、レインボースターありがとうございます。飯田博之さん、猫さんありがとうございます。はやちゃんさん、サイリウム、飯田博之さん、猫さんありがとうございます。金曜ロードショーでゴーストバスターズ見てないですね。確かに止まったね、びっくりした。最初ループしてたからちょっと焦りました。なかなかね、やっぱあのなんだろう、電波の問題もあるからね。すごい、あの私のショールーム見ながらこっちのショールーム見てる方もいらっしゃいますね。
ありがとうございます。なるほどね。あのループってどんな感じなんだろうって思ってたんですけど、こんな感じなんだね。初めてループを見た。あの実際さ、あのなんかファンの方ループしちゃってるよっていうコメントが多くって、でもループしてるってどんな感じなんか全然わからんかったんやけど、あ、こういう感じなんだループするってみたいな。そう、あ、戻ってきた。そう、なるほどね、ループってこんな感じなんですね。よかったよかった。おかえりなさいませ。あはははうたたね、リンさんうたたねしてる。リンさん、そう、長妻リンさんっていう方はジョンマイラブの一期キャストだったんですけど、玉国さん、サイリーもありがとうございます。うん、なんですけど、私は8月の稽古参加させていただいたので、リンさんとも話したことあってめっちゃ仲良くなれた。そう、うん、うん、見たかったマジで。帝の親衛隊もやっとったんやろ、多分衣装がそうだった。本当に見たかったのマジで。リンさんの剣士とか絶対マジで DVD とか売ってほしいんだよな。見たかった本当に、鬼レク2。うん、わかるわかる。 DVD 出んの？え、絶対買う。え、買う、絶対買います。で、本当に、だってマジでもう本当最初見に行こうと思ったの、言われた瞬間に見に行こうと思ったんですけど、あのやっぱちょっとあれが予定がいろいろ被って見に行けなくって、本当に。DVD おめでたい。嬉しい、私が嬉しい。夏目さんハートありがとうございます。DVD は絶対買いますね。うん、見たかったな。でもそう、私もさ、その生で見たのがその千秋楽だけだったからさ、あの DVD をあのお父さんが買ったから、それは見たことあったんだけど、それと千秋楽を生で見ただけだったからさ、見たいんですよね。アーティーさん、ありがとう、ありがとうございます。カラスのカーコさん、バラありがとうございます。ね、DVD 欲しいよね。ああ、早く会いたい。ああ、早く会いたい。マジで早く会いたいよ。うん、そう、 DVD 嬉しい。ゆうやさん、好感度ありがとうございます。
絶対買います。はやちゃんさんハートありがとう。そうなんだよな。でもやっぱ DVD になって形に残るというか映像に残るっていうのはめちゃめちゃね嬉しいですよね。私は嬉しい。確かにな。結構その鬼のレクイエムが結構縦が多めだったんですよね。そうそう、結構やっぱ縦が多めですごい迫力もあってめちゃめちゃ良かったの。見たい、フォローしよっかな。そう、幾瀬葉月さんは愛媛出身で、私と同じ愛媛出身で、であの今そのジョン・マイ・ラブという私も出演させていただいてるあのその私も出演させていただいてるんですけど、そこにあの葉月さんも出てらっしゃって、そうなんです、共演者さん。もう私のことは書かなくていいからね。ああなるほどね。あれなんだよね、桃子はそのあゆ子さんのはな、あの、はい、あのならないっていうことです。あーアーティさん手紙、あ、そうか、劇場の方の DVD になってますもんね。玉国さん、猫さん、海指さん、レインボースターありがとうございます。でもそっか、あゆ子さんのはもうあれね、そう DVD になってるから私は持ってます。私というか高岡家ですけど。アーキーさんだるまありがとうございます。一応30分になったら教えてください。30分になったら終わろうと思うので、一応マスク赤いいな、かっこいい。私が持ってるのはピンク色。アーキーさんだるまありがとうございます。なんかジョン・マイ、好き、私も愛してる。鬼レク2の DVD 出ます。で、そうジョン・マイ・ラブのマスクも欲しいよね。私は欲しい。ゆうやさんだるまありがとうございます。確かになんか結構大岩さんっていうその縦指導の方がいらっしゃって、ジョン・マイ・ラブもニレクも縦指導をしてらっしゃるんですけど、大岩さんが、その大岩さんは結構なんかずっと結構おニレク、おニレクはね結構縦初心者の方もいたからって、初心者の人もいるからみたいな話もねよくしてらっしゃったんですけど、そっか、桃太郎とセイラだったんだ。ジョン・マイ・ラブのマスクならどんなデザインだろう。てっちゃんのあれかな、
とかクジラの絵とか、なんか青とピンクを売ってほしいよね。そう、青とピンクの2種類とか売ってほしいな。そう、なんか大体一期もそうだったんですけど、マフラータオルが、あの青いマフラータオルが一期で、ピンクの二期はピンクのマフラータオルみたいな感じでやってたから、なんかね、あーそうなんだ。でも赤は私初めて見た。ピンクのやつは持ってるんだけど、うーん、てっちゃんのイラストは欲しいんだよな。多分ロゴとてっちゃんのイラストみたいなのだと嬉しいな。かわいい。早く会いたい二人に。なあ、本当にやばい、もうマイナスイオンしかない、この涙出そう、この配信。本当に、そう、早く二人に会いたい。アーティさん、レインボースターありがとうございます。やっぱね、そう、やっぱロングランっていう、あーわかる。でもその私もそのジョン・マイ・ラブはその8月の稽古立ち上げの時から一応参加させていただいてはいたんですけど、まあ、結構あの浜ちゃんの浜ちゃんの初日を見てから結構時間が経ったんですよ。その次に見たのがもう11月のさやちゃんの公演だから、すごい間が空いたんですけど、そしてそれから見たらまた全然、なんかあのそのキャストさん自身はそのすごい変わってるとはあんま意識してないんでしょうけど、その私から見ると、あ、なんかここの言い方変わってるなみたいな、なんかやっぱそのロングランっていうのを積み重ね、ロングランで公演積み重ねて行ってできたものを見るっていうのもすごい良かったですね。配信かぶんない。はずきさんと共演したことありますか？絶賛共演中でございます。そっか、ズームか。へえ、あ、なんかヌンチャクの話は確かになんか大岩さんが載せてたな、ツイッターに。面白い。一期と二期の万次郎さん違う方です。うん、違う方。一期は天野さん、天万次郎、天野さんで、二期は村井さん、ライさん、村井さんです。そうで、2期の万次郎さんは私と同じ愛媛県出身の方です。面白いな。
ファンキーキャットさん、節分ありがとうございます。実況してます。えんやで。こんにちはっつって、かわいい、かわいい。見たい、見たい。今度踊ってもらおう、今度踊ってもらおう。ネモハモルーマ、ね、コラボ配信できるからね、確かにしたいですね、愛媛組で。うん、いいね。なんか早く会いたいんだよな、本当に。私もうもうさ、みんなのことがね大好きすぎてさ、早く会いたいんですよね。でも1ヶ月ぶりとかに会うんですよ。そう、なんか1ヶ月ぶりに会うのは初めてなのね、その2期の方に、キャストさんに。そのなんだろう、なんかまあ東京でのお稽古は何回かあったけど、まあ、愛媛のお稽古入ってからその1ヶ月ぶりに会うのって本当に初めてなんですよ。なんかその稽古が一旦終わってから私の初日になるまでが2週間ぐらいだったんですけど、でそれでなんかでもその日は、その期間は1月5日までだったんですよ。で次がもう2月の9日なので、1週間じゃない1ヶ月も空くと、なんかねちょっとね、みんなとの心の距離開いてないかが私今一番不安です。大丈夫かな、私が心閉ざしてたらどうしよう。だいたいそういうパターンかもしれない、私が心を閉ざしてるかもしれないから、ちょっとそれだけなんとかしたいんだよね。そう、やばい、トーコが喋ってるの、トーコが喋ってるのなんかもう聞くと、もう私はもうトーコでは、葉月さんが喋ってるの聞くともうね泣きそう、癒しがすごい。ファンキーキャットさん、節分ありがとうございます。大丈夫かな、そうどうしよう、その皆さん次見た時になんか万次郎との距離めちゃめちゃ遠くないとか思われたらどうしよう。そんなことがないようには頑張りたいんですけど。でも本当にもうちょっとなんですよ。だからさ、なんか緊張と楽しみと、なんかまたすぐやっぱ終わりが来ちゃう、ちょっと寂しさみたいなのがいろいろもう感情が混ざってよくわからんことになっとる。玉国さんがサイリウム、ファンキーキャットさんが猫さん、ありがとうございます。そう、だいぶね気持ち的にはすごい複雑。あーなるほどね。そう、湯本さんはずっと配信やってて、8月の稽古の時からもうみんなのね、あれだった。見えてる見えてる、大体見えてる。そう、湯本さんもね、その毎日配信してるから、ね、
できる。そう。いやそうなの。なんか一緒に配信できたらいいんだけどな。かわいいな。そうやっぱ裏話って本当に楽しいからさ、ジョン・マイ・ラブのデパタルルル噛んだネタバレ配信したいな。なんか誰かと一緒にやりたいね。だいたい一人でやってるからさ。ね。横地さんも本当に素晴らしいというか。ね、確かに誰かと一緒に配信がしたいね、裏話として。あと2分、あと2分です、半か。ねえ、かわいい、はずきさんかわいい。あうん、確かにリンさん来てない。うん、うわー見たい、早く見たいな。ゆうやさん、節分ありがとうございます。やべ、りんさんが来ないまま私の実況配信も終わってしまう。想像できる。アルビンズランクさん、ハートありがとうございます。そういえばユーナの配信で聞こえたルンバちゃんの歌声は何の歌だったんだろう。それはもう自分の耳で確認してください。頑張れ。頑張れっつって。多分もうそろそろかしらね。はい、ということでじゃあ今日はねここら辺で終わりにしたいと思います。ランキングを読んでいきますね。13位ファンキーキャットさん、12位間違え、13位忘れた場合さん、12位ファンキーキャットさん、11位飯田裕之さん、10位ロミツさん、9位キャパさん、8位キャトルさん、7位夏目さん、6位 TKHKG さん、5位カラスのカウコさん、4位玉国さん、3位海エビさん、2位アーキーさん、1位がはやちゃんさんでした。はい、ということで今日も見てくださってありがとうございました。また明日、おやすみなさーい。ありがとうございました。